くお願いします。お願いします。第16回ゴルフダイジェストジャパンジュニアカップ、頑張れよ。ありがとうございます。悪かったじゃあこっちから、良かったのは何が良かったですか。コース今日は楽しかったです。ショットもパターもパターショットがちょっと最終ホールあかんだけど、パターはほぼ良かった。良かったところもあったけど悪かったところもありました。まあ前半の7番ホールで連続 OB あかんで、後半はまあまあ17番で17、18で連続バーディー取れたのが結構良かったけど、前半がボロボロだったから83ダメでした。ダメでした。何がダメだったんですか。アプローチとパターが良くなかった。でも前半はショットも悪かった。前半はちょっと調子が悪くて、後半はもうちょっと巻き返して練習の時が8アンダー出たので、それよりもうちょっといこうかな。特に今日は調子 何が調子良かったですか。ショットです。ショットドライバーが良くて、レアウェイとかにもちょっと将来の目標はタイガーになる。タイガーになっていっぱい勝ちたい。今日は優勝おめでとうございました。今日はパターが悪くてバーディーパットが、バーディーパットがあるんだけど、それを外してバーディーが少なくて、そして
て、あまりバーディーが取れませんでした。けれど優勝できて嬉しいです。またこれからも頑張ります。はい、今日一番調子が良かったのはクラブは何ですか？ドライバー、サンバウッド、アプローチ。将来の目標とか夢はありますか？プロゴルファー。